視聴者の皆様、令和の虎視祭の岩井でございます。皆様にですね、本当に混乱を招いたこと含めて、改めて心からお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。まずお伝えします。本日18時より令和の虎チャンネルタイガーファンディング再開させていただきます。もう一つ、お詫びしなきゃいけない方が見えます。2月の14日バレンタインの日ですね、小谷さんという方の第1話が配信されました。でもその後すぐに今回のことが起こりましてですね、本当に申し訳なかったんですけども、第2話第3話を配信することを止めてしまいました。なので小谷さんには本当に申し訳なく思っておりまして、ご本人にもですね、こちらから連絡をしまして、本当に心よくご了解いただいたので、いつか必ずですね、もう一度この小谷さん会をきっちりと配信することをしたいなというふうに今は思っています。私が主催として配信再開に至った一番の理由は、本当に格好をつけるわけではなくてですね、志願者にあります。当然配信されると思って彼らは、待ってるわけですね。それが配信されないということが、彼らが今からやろうとするビジネスにおいて本当に足かせになってしまうことがすごい心苦しいんですよ。お約束はできないんですけれども、いつか必ずそうした動画を僕は流せる日が来ればいいなというふうに心から思っています。で、当面ですね、そういう方々が出ていない動画がストックが何本かありまして、そこから始めさせていただきたいのと、今後ですね、収録はまた再開していきますので、そこで、今回の当事者の方々は当然、今回降板をしていただいたわけですから、残ったとあえて言いますけども、残った虎の方々で収録をしたものを当面の間は配信していく形になると思いますので、それもぜひともご理解をいただきたいというふうに思っております。まあそうやってですね、タイガーファンディングは継続をしていくことになると思うんですが、実は私の中で一番大切なことは、このタイガーファンディングを継続していくことではなくて、何よりも今回ですね、やっぱり志願者の中で当事者の方からすでに投資を受けている、出資を受けている、もしくはこれから、出資を受けるっていう予定のこの虎の子の中に非常に不安を抱えている方も見えるんですね。私たちは一人一人全部ヒアリングをして、今どうなんだ、どんな気持ちでいるのか、そして今回のことについてどう思っていらっしゃるのか、全部ヒアリングしてまいりました。そうした中でやはり不安を抱えている方々についてはですね、放っておくわけにはいかないので、今回ですね、2月の末に、茂木社長、三浦社長、高沢社長、大迫社長、この4人が手を挙げていただいたので、この4人の虎とともにですね、九州地方と大阪に僕行ってきました。今回ですね、視聴者の方々にもそれをどんな様子なのかをお見せする動画を今撮りました。これこそが今のリアルな令和の虎だと思いますし、虎の子たちの名誉のためも含めて、こういうものをちゃんと流すことが一番大事なんだというふうに僕が思うに至ったので、ぜひご理解いただいてですね、別に面白い動画でもないと思いますし、何か盛り上がりがあるものでもないかもわかんないんですけど、本当にリアルに撮りましたので、ぜひともですね、ご覧いただければ幸いかなというふうに思っています。10人を超える虎の方々からそんな申し出をいただいたので、今後、今回は九州地方と大阪と回りましたけれども、他にも全国にたくさんの虎の子がいるので、そういう方の中でもし困ってる方が見えた時にはですね、今回名前が挙がってない虎の方々にも協力をいただいて、今までと同じようにですね、木曜日以外の月火水と金土日で配信ができるような、そんな努力を運営側も頑張ってしていきたいというふうに思っております。僕としては何とかして、これさっき言った小谷さんのことも含めてですけれどもね、いつか流していきたいというふうに思ってますので、ぜひその日をお待ちいただきたいと思います。
僕の今の気持ちをお伝えさせてください。もちろんですね、過ちをしたことっていうのは当然いいことではないですね。でも私はいつも申し上げているように、人間っていうのは過ちを起こします。その一度の過ちでその人間を全て社会から抹殺してしまうことっていうのは僕は納得ができないんですよ。今回の当事者の方々、過ちは過ちとしてしっかりとみそぎを済ませてですね、もう一回皆さん出てきてください。批判はあると思います。でも今僕が申し上げていることっていうのは、こういうこと喋りますよとか、僕が今こういう気持ちでいますよということをあの当事者の方々に伝えているわけではありません。なので彼らの希望であったりとか、彼らの、まあ、望みで僕は喋ってるわけではなくて、あくまで一方的な僕自身の考え方です。なのでもしこの僕の発言に対してご批判があるならば、どうぞですね、彼らにではなくて僕の方にください。さまざまなものを通じて本当に胸が熱くなるような心温まるメッセージをいただきました。恩義もめちゃくちゃあるんですよ。あの人たちがいなければ令和の虎はここまで来てないんですね。そういう方々のことを思うと、きれいさっぱりと悪いことしたからそういう人間切ればいいじゃないかっていう意見に流されることができないです。僕は信じています。人間はやり直せる。だってここに何度もやり直した人間がいるんだから。大丈夫、皆さんまだ若いんだから、なんぼでもやり直し聞くよ。僕は盾になります。僕は守ります。だからまたどんな形になるかわからないですけど、いつかみんなで笑い合いましょう。ご批判もあって当然だと思いますけども、改めて申し上げます。最後に、僕たちはそれでも前向いて進んでいく道を選んだわけですから、どうぞですね、今まで令和の虎をご支援いただいた方々、今後もぜひ、可愛がっていただきたいと思います。この年になってまたたくさん学ばせていただきました。人間はこんな年になってもまだ学ばなきゃいけないんだなってつくづく思いました。改めてもう一回だけ言います。自分自身を含めてしっかりと身を律してですね、正しく前を向いてもう一度このチャンネルをやっていきたいと思いますので、どうか末永くご支援いただければ本当に嬉しいです。では本日より令和の虎チャンネル再開させていただきます。ありがとうございます。